ね、ほんまですね、はい、その帰りにちょっとあのすっぴんでね、お化粧なしで来ていただきましたね。そのやっぱりあのね、なんともいえないこう、でも可愛かったですよね、私はすっぴんでもね、はい、なんかこう綺麗でしたね。いや、その辺をちょっとですね、今日はあのいろんなとですね、あのダイジェストまでですね、ご覧いただきたいと思いますけどもね。そうですね、早速、はい、行ってみたいと思いますけど、聖子さん VTR スタート、はい、それではすいません、あ、森さんの勢いでVTR スタート。聖子さんもあなたも、初登場。はい、そうです。いやー、次はどうですか、飛び出すか。なんか55年、でも4年前ですか。はい、デビューして間もなく、なんかもう走る前だ。いやー、頑張ってくださいよ。おー、まあ、これはでも聖子さんって本当足が速いんですよ。速いの、速いですよ。大丈夫、じゃあこれね、転んじゃうんですよ。覗いたらダメだよ、怖くなっちゃうよ。で、1年はまた、ね、56年だね。せーの、一郎さーん、やー、これができる、これができるんだよ。この2人怖かったんだよ、うん、ね、飛んだ瞬間どうだった。飛んだ瞬間、分かりませんです。さあ、いきます。さあ、この聖子ちゃんです。かわいい。さて、続きましては、イオちゃんでございます。やーよ、見たことある。イオちゃんも出てますね。やるのは今日初めてだもんね。はい、出てて見ててどうでした。怖そうでした。最後、よっしゃ。あ、これ俺もやったことだ。イオちゃん、なんだか、なんでカプリソーレをフリーザーで凍らせるとシャーベット、セイコン大好き。自分でもブリックやと思う。そうですね。あ、そうだ。これは、ずいぶん前。はい、それでは、せいこちゃん、いきます。はい、やだな、もうこれは楽しみですよ、これは。あ、熱くなって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 、もっと熱を、もう、死亡って、もう、パキッと。ダイスさん、位置がない。何が無理に取るの。戦わないんだもん。あ、
イオちゃんが第2球落とされるのはイオちゃん、お、ゆるいさま第2球、おっとコントロールが乱れてる、表情が並んでいく、友達が求めてます。いやー、かぼそいイオちゃんがね、かわいそうに怖かったでしょう。あっという間に落ちちゃった、わかんない、わかんなかった。日が暮れるんではないかと思います。早速行きましょうか。どうしよう、全然上手になってない。行きます。はい、いや音出しが、あ、まだまだあれ、まだ大丈夫、まだあれ、まだ大丈夫、大丈夫。大丈夫や、去年と変わってない、まだ2回しか空振りしてないやないの。おお、やったー、すごい。はい、ちょっと待って、はい、分かって、やったことないの。はい、ゴール持ってますか。虫が来た時じゃない、あ、はい、虫が、そうです、虫が、そっから出ないようにね、はい、ラインを出ない、虫が、後ろ、危ない大丈夫です。油が来ないうちに。あ、今向こう行ってる、向こう行ってる、向こう行ってる、間に打ってください。はい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 。練習の楽勝は。ちょっとは。ローディングします。日本の放水は同じところです。放水を受けよう。最後は井上です。
せーの。あ、どうしよう。これどないなってんねん。せーの、はい。あー、いや、怖い。またセブンカードは、今日はあの何ですか、今まで。今、隠し芸終わって、うん、今シャワー浴びて、はい、お化粧も全部取っちゃった。そうなんですね。石鹸の匂いがしますね。15年ぐらいから遡って見てましたけどもね、はい、楽しいですね。楽しいですね。リラックスもいいですね、セコちゃんね。いや、もう本当自分で見てても本当バカみたいです。楽しかったですよ、これは。ねえ、どうですか、ゆうちゃん見て。うん、楽しかったです。ゆうちゃんのブツもありましたけどね。ちょっとそんなのもありましたね。あ、そうかしたんですけどね。というわけでですね、はい、懐かしく、ご覧いただいたらと思いますけどもね。そうですね、セコさんのファンの方、ご満足いただけたでしょうか。というわけでございました。懐かしの VTR でございました。ありがとうございます。というわけでございましてですね、ナムラ同様、森の Q もよろしくというわけでございましてですね、森さんの Q であげました、このコーナー。最近はですね、非常にあの、評判もですね、高まってまいりまして、今夜はですね、本当にあのビッグな増田聖子さんをお迎えしました。改めまして、聖子さんでございます。どうも、こんばんは。あの前ね、聖子さんでお会いした時、あの、はい、僕あの、うん、ほらキャンキャンでしたっけ、あの雑誌でね、連載してる、非常にあのあれを読みましてね、感動したというお話をちょっとしたんですけどもね、非常にやっぱり自分にこうなんかこだわって、自分のこう髪型ですとか、あの衣装を全部自分で決めるっていう ね、話を言ってましたけども、あまりなんですかね、そういう人っていうのはあのいわゆるこうアイドルの中で少ないんじゃないですか。そうでもないんですか。どうなんでしょうか。ねえ、でももうやっぱり一番着たいお洋服が女の子は一番いいだろうし、わりかしこのね、こうなんていうんですか、あの事務所のね、はい、この姿勢とか、着てられちゃうみたいなことありますでしょ。それをやっぱり自分でこう、これが着たい、ね、こういう髪型したいっていうふうにあの言っていくっていうのは、なかなかわりかしね、アイドルの人だと難しい作業だと思うんですけどね。かなりもう最初からもそういうふうにしてたんです。もうデビューしてすぐぐらいから、はい、ね、もう髪型なんかも随分髪型変えましたもんね。もうすごいですね、何度も何度も、ね。はい、でさっきもあのいろいろ VTR で流れまして、あのデビュー当時とやっぱ今の顔なんかも顔つきが変わりましたね。そうですか、うん、あのお肉がちょっと取れたみたいですね、この辺のなんかちょっとこう締まった感じでね、ちょっと痩せたみたいな感じ、あとやっぱりあの仕事に関するやっぱ自信ですとかね、精神的な余裕もあるんでしょうね。これは内面的なやっぱりこうなんかこう美しさみたいな出てきますね。そうですか、ありがとうございます、本当にあのやっぱりなんか私あのデビューしてもパッとこう、あ、綺麗だなと思う人いますでしょ、でそういう人って意外にあのデビューだって 3,4 年経ってもあんまりこう変わらないんですけどもね、あの聖子さんの場合やっぱりものすごくどん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 こう綺麗に綺麗にこうなんかね言ってますね。多分絶対素晴らしいことですね。そうです、なんかやっぱりメイクだとかそういうなんか特別なやり方とかあるんですか。いや、私はもう化粧のことは全然わからなくて、それでもう最初から自己流でやってきたんですけどね、今もほとんど変わってないんです。はい、そんな真剣な感じ。いやいや、髪型なんかもやっぱりあのもうデビュー当時からしますと、最初はわりかしセミロングからショートにして、髪の毛切った時ってのはどうだったんですかね。やっぱりあのそうですね、私はそんなに抵抗なかったですけど、周りの方がね、切るのっていう、でやっぱり慣れないとあの短い方が逆に大変みたいですね。今もうあの洗いっぱなしでいいんですけど ね。僕もね、やっぱり髪の毛切ってからね、あの仕事増えましたね。一時で、まあ、長かったんですよ。あのやっぱ そういうのってあるみたいですね。あるみたいですね、で僕も頭でかいですからね困るんですよ。で前はね、本当汚い頭してましたね、あのカーリーみたいでね。あ、そうですか。ものすごく不潔だったんですよ。それであの、ね、パーマ屋さん行ってあの洗ってくれますでしょ、はいはい、インターネットがやってくるんですよ、そうですね、慣れてないでしょ、はい、で頭をこっち側して右手で持って、左手でぐーっと洗ってるんですけど、慣れてないですからね、シャンプーとかずるっと取れましてね、でゴドーンってなる洗面所に頭ぶつけられましてね、痛いですね、痛いですよ、ここでパーンって言われて、あー、通算でやっぱり頭がでかいんですね。だからフェイスタオルってありますでしょ、はいはい、顔に洗うときに、そのフェイスタオル普通の人は収まるんですけど、僕らは収まらないんですよ。でこうかけるんですけど、あの目が開いちゃいましてね、であの洗ってくれてちょっと目と目が開いちゃうので、それに気まずい雰囲気になったんですよ。あれとっても嫌なもんですね。嫌です、嫌です。あの喋ってるとずれてくるでしょ、ずれてくると変わって見えると、どんな耳でも嫌だなと思ってたね、目と目が開いちゃったりなんかしますね。あれはなんか間が持ちませんしね、でニートバーとなんか気持ち悪くなるからね、弱ってるんですよ。ほんでね、パーマ巻いた後、あのパーマ一かけますでしょ、次こうあのタオルでこう結びますでしょ、結ぶ、あのタオルが回らないんです。届かないんです。で途中で繋いで2本でですからね、ですから普通こう繋いで輪ゴムかけが止めるって収まるんです、僕の場合は隙間が空いてますから、パーマ一がずるずる流れてくるんですね。
眉毛までパーマかかっちゃうんですね。今度は鶴田さん、あの普通のタオルじゃなくてスポーツタオルにしましょうかなんかいろんなことやるんですね。困ったことあるんですけどもね。聖子さんはやっぱ顔小さいですもんね。そうですか、ね、もう手でふっと収まりますそうですかね、うん、いいですね僕の場合顔でかいですけどね。でもCM の方で、ね、これはやっぱり歌手さんにとってはやっぱりね、そうですね、なんかでも、私が化粧品のコマーシャルやるっていうのは全然ね、なんか、うん、イメージじゃなくて、どうですかね、何も分かりませんしね、化粧のこと、うん、でもすごく皆さんに言っていただけるんで、よかったなと思って。そうですね、この番組ね、はい、1ヶ月ぐらい前で高見司会さんがね、はい、出てくれましたね、はい、で、聖子さんの話もしたんですよ、はい、で、やっぱり私もやっぱりこのね、CM キャンペーンになって、はい、で、聖子さんどうですかって、もう花からね、やっぱアイドルして負けてるけども、シャレでね、シャレで1回ぐらい貸したいわなんて言ってましたけどね、どうですか、やっぱり高見司会さんのやっぱ向こうは。私、すごくね、優しくしてもらって、うん、デビューも司会ちゃんの方が先なんですけどね、すごく楽しくて、うん、最近ちょっと会ってないんで、ね、最近会いませんか。そうなんですね。でもいい人ですもんね。そう、すっごく、ね、ね、今日はですね、今22になりましたか、はい、そうします。大体後ろにいるオールナイターズのね、うん、まあ、ほとんど同年代ぐらいなんですけども、はい、もしこの芸能界に入ってなかったら、はい、どういう生活してますかね。そうですね、普通の生活してたでしょうね。もし行けたら大学でも行ってね、うん、でも皆さんとっても羨ましいですよ、私は。そうですか、どういうふうにですか。やっぱり自分の時間もあるしみたいな。いや、というかね、きちんと大学にいらして、うん、とってもなんかいいですね、うん、私はそういうのなかったですから、うん、羨ましいです、うん、小さい頃はどういうお子さんだったんですか。ほとんど今と変わらないですね。あ、そのまんま。おかしくてね、うん、元気よくて、おてんばの方だったんですか。はい、そうですね、うん、でもやっぱり聖子さんも歌い手にやっぱ憧れて入ったんですか、この世界。ね、歌は好きだったんですけど、うん、歌手になるとは全然思ってなくて、うん、たまたまなんですよね、うん、だから田舎に住んでましたから、うん、まさか東京に出てきた歌手になるなんて思ってなかったですからね、うん、やっぱり人生と分かりません ね、 ね、やっぱり入ってなんていうんですかね、その気持ちの持ち方とかやっぱりね、わりかし歌い手さん、特にアイドルなんていうのはやっぱり何ですか、その例えば九州なら九州地区で一番可愛いって言われたことが、はい、一番歌のうまい子とかね、はい、そういう子が全国から集まって一つのこう世界なんですよ、その中からやっぱり抜きに出てくるってことはやっぱ相当、まあ、才能もそうだけどやっぱり努力とかね、そういうのがあると思うんですけどもね、うん、自分の気持ちの中でなんかこう、これはとにかく人に負けずにやっていこうみたいな、そういう一つのなんかありましたか。そうですね、やっぱりやる以上はきちんと責任を持って、うん、自分なりに納得できるようにやっていこうって思ってましたから、うん、はい、それだけで。そうですね、うん、もう一生懸命やるってだけで、うん、はい、そうですかね。まあでも聖子さんやっぱりね、もう22だと年頃ですから、結婚とかそういうのがやっぱり少し考えると思うんですけども、はい、その結婚観なんかどういうふうに考えてますか。やっぱり女の子だから、うん、すごく結婚には憧れます、うん、でもやっぱり現実問題、うん、ただね、やっぱり若い頃はただ一緒にいられるとか、うん、ね、いいことばっかり考えますでしょ、うん、そうですね、でも本当に結婚したら大変でしょうし、実際ね、生活になるとね、いろいろとやっぱりそれだけじゃ やっていけない部分もありますもんね。そうですね、慎重にやっぱり失敗したくないしね、うん、でもやっぱりとりあえず今は仕事を専念して、はい、うん、今自分の気持ちの中で仕事に対してとにかくこれだけはやっておきたいとか、これだけはやりたいみたいなものありますか。もうね、やりたいことはもう山ほどあって、うん、でもいろんなことにね、バーッと手を出さないで一つ一つ地道にやっていきたいと思ってます、うん、ですから今年はいいレコード作って、うん、いいステージをやって、それがやっぱり一番大事にしていきたいなと思ってます、そうですか。そこで先ほどですね、お聞きしたんですけど、はい、コンサートをですね、はい、来月の21日にワクマライのアイスマリーナ、はい、あまり今度普段やってないところで今回やるんですね、わりかし大きなところで。そうですね、ね、まあ、日本武道館というのは、4月の23、24日、2日間やるんですけど、はい、これはもう何度か、そうですね、2回くらい、うん、やってらっしゃいまして、はい、で4月の27日、名古屋市、国際展示場、はい、これはやっぱかなり大きいんでしょうね。ここは初めてですか。
そうです。あとはもう全部初めてで、あのお客さんも皆さんたくさん入れるように、うん、大きなところで、ね、元気よく。より大きなところね。でまた4月の28日が大阪城ホール。はい。で4月の30日が、福岡国際センターですね。はい。本当に大きなところでのコンサートでございます。それはやっぱりあの一つ成功を期待しておりますので、はい、ね、本当に今日はですね、はい、あのいろいろとあの女性生のね、はい、みんなにもやっぱり、ね、同じぐらいの年頃ですからね、いろんなやっぱり聞きたいこととか、はい、あると思うんですけども、ね、はい、それをちょっとみんなに、ね、質問をですね、はい、ちょっと伺ってみようと思うんですけども、はい、ちょっと場所を変わりましてね、あちらで、セコさんこちら来てください。向こう行きますからね。今日はですね、さらのね、いろいろと聞きたいことあると思いますんでね、あのある方をですね手を挙げてね、元気な声で手を挙げていただき、あの質問なんかありますか。はい、はい、なんか今日はあの日曜日だけど火曜ドッキリみたいな感じでなんか子供育ての考えますね。なんかあの関口博さんみたいな気持ちになってきましたけどね。まずはですね、先ほどあのもうね、あの本当聖子さんに憧れてね、あの本当に聖子さん聖子さんです。自分の名前もね聖子、片岡聖子って、ね、自分で名前つけちゃったの。そうですよ。お母さんの名前つけちゃったの。聖子ちゃんからいきましょうか。はい、はい、どうぞ。ちょっと真面目な質問なんですけど、はい、前19歳ぐらいの時に聖子ちゃんが20歳になったら、20歳になるなら嬉しいみたいなことを言ってたんですけど、はい、私はこれから20歳になるんですけど、はい、20歳になってどうですか。あ、そうですね、20歳ってすごく大人みたいな気がしてたんですね。でも自分が実際20歳になってみると19歳とほとんど変わらないんです。ただやっぱり周りの人がね、だんだん認めて2皿になるし、すごくでもいいですよ。なんか、大人になったような気が自分でして、早く乗りたいですね。ね、今日はあの聖子ちゃんがね、はい、どうしても聖子ちゃんとあの握手をされてね。じゃあ特別でございます。はい、手ちゃんと洗いましたか。爪が真っ黒ですよ。黒くないですね。はい、じゃあ握手です。どうもありがとう。ありがとうございます。なんかだんだん私の秘密みたいになってきました。30年目の答えみたいな、私はカズラコピーさんみたいになってきましたけどね。聖子さんはいつも両手で握手するんですね。そう、癖っていうかね、もうなんとなく。なんとなく、やっぱりされた方が嬉しいですよね。ね、せっかく。ねえ、でございますか。他にはございませんか。じゃあ、アコちゃんいきましょう。はい。はい、はい、いろんなことひっくるめて、今一番欲しいもの。今欲しいもの。時間も欲しいですしね、うん、車の免許も欲しいですし、そんなもんですかね。なるほど。やっぱりもう物理的にいろんなやっぱり、ね、ものはやっぱり手に入って、でも政治的にやっぱりどっかハングリーで、ハングリーっていうかいろんなことを興味持った方がね、あれもしたい、これもしたいって若いから、できるうちに、若いうちに何でもやりたいな。とりあえず今自分の時間と運転免許証そう、ね、自転車の免許証持ってます。はい、自転車の免許証持ってます。持ってます。小学校で取りましたでしょ。取りました、ね、はい、そうです。他にありませんか。はい、はい、後ろの方からね、じゃあはい、おかわりシスターズのミキさん、かまちのりこでいる時と松田聖子でいる時の違いっていうのはありますか。考えた質問ですね。かまちのりこさんの時と松田聖子さんの、もうね、本当にね、よく聞かれるんですけど、ここからここまでがこっちでこうだって言えないんですよね。ですから、お休みなんかあってたまに買い物なんか行きますでしょ。でそうすると洋服なんか買おうと思って見てますとね、普段着を買うつもりが、あれはあの時にあの歌で着れるなとかね、イヤリングなんか見ても、あの衣装に合うなとかね、そういうことばかり考えて買い物とかしてるから、どうしてもやっぱりここからここまでだって分けられないし、そうですよね。まあ、うちに帰ってお風呂に入ってベッドに入った瞬間ね、今日も一日終わったなって、でも明日はあれがあるなって、やっぱり抜けられないっていうか、そうですよね。というね、分かりますか。はい、全然分かりますか。分かりました。なんか分かったよな、分かんないな、分かんないな、ですけどね。それじゃあ、ここ行きましょうか。はい、はい、ですね、はい、あなたです。どうぞ、あなたがスターです。はい、聖子ちゃんはいつも素敵な格好とか、すごい可愛い格好とか、似合う格好なさってるんですけど、どんなとこで買うんですか。それと、買うときにね、どういうことに気をつけるんですか。気をつける。私でもあんまりセンスとか良くないからね。そうですか。そうです。だからだけど原宿とかたまに渋谷とか行ったりしますけどね、買うときは、そうですね、やっぱり自分に合うものと、あと清潔感があるものって思ってます。自分一人で買いに行くんですか。
いえ、マネージャーさんとか、あとスタイリストの方、そういうことはあんまりない。そういうことはあんまりない、やっぱ清潔感のある白とか。そうですね、はい。どういうところ気をつけますか。あんまりズボンとか履かないんですか。やっぱりミニスカートみたいなもん。もうね、パンツはもう足の格好がある人おかしいんですよね。だから履けないんですよね。うん、ほとんどスカート、ミニスカートみたいなもん。スカートもいいですね、はい。そうですかね。原宿なんか行くらしいですよ。ラフォーレなんか行くんですか。え、たまに。ああ、そうですか。はい、他には。はい、誰行きましょうかね。じゃあ OB から行きましょう。はい。富山さん、はい、新曲を初めていただいて、はい、譜面を見てこう歌う時の気分はどうですか。あ、新曲、新曲ね、私は譜面を見ながら歌わないんですね、うん、音楽を聴いて、うん、それで覚えて歌うのね、うん、でも大体ね、レコーディングする日にスタジオに行ってその日にやるってことが多いんですよ。じゃあ、あんまり歌い込まない。3日前とか1週間前とかには分からないんですね、うん、で、それがすごく自分には合ってるみたいなんで、うん、歌いたいなっていう気持ちの時にバッと歌った方が私は合ってるみたいなんですよ、だから、まあ、人それぞれやっぱりそのレコーディングの仕方って違うでしょ、もうかなり歌い込んで歌う人と、やっぱり精神的に新鮮な時に歌いたくて、歌いたい時にスコーンと入れる方のが、はい、歌が生きてるわけ、大体どれくらい覚えちゃいます。テンポテンポとかもらいますと、もう慣れましたからね。曲にもよりますけど、うん、シングルの場合はまあ3回ぐらい聴けます。はい、すごいですね。はい、他にはございませんでしょうか。はい、はい、じゃあピストン堀口さん。歌手になれなかったら女子大生になってたっていうことなんですけど、はい、今の女子大生どう思いますか。そうですね、もうさっきも言ったようにね、すごくもう羨ましいし、私にはなかったことですから、フレッシュでね、あって本当に思います、高校、デビューしたのが高校卒業してからなんですよね、で、聞きたかったなって思います。そうですかね、やっぱり自分の時間もあるし、で、なんていうんですかね、普通の女の子としてやっぱりなんかね、本当はあと女の子として生きられるみたいなね、部分もありますから ね、そうでございます。それでは最後の一ついきましょうかね、どなたかありませんか。最後どうしても聞きたいという人、はい、じゃあ、ようちゃんもどきの。はい、毎日決まって何かすることってありますか。決まって何かすること、マジすることいっぱいありますでしょ。はい、マジすることっていっぱいあります。あ、毎日することありますね、もう何でもしますけど、だけど必ずやるのは寝る前にお祈りするんです、それはね、本当に不思議なくらい続いてるんですよ。何を祈るの。今日も一日幸せに暮らせてよかった、明日も幸せになって、カトリックの学校に行ってましたから、やっぱりなんとなくやっぱりちょっと手を合わせて、出番前とかそれ合わせます。いや、それはないですね、夜だけ。夜だけ。今日一日ありがとうございましたというね、本当とんでもない時に誰か缶コーラか飲んでもらえる今あれを開けた音ですね。開けた音です、はい、こっちは本場所で緊張した雰囲気でやってるのでね、それでカーンかなんか開けますね、いるんです、申し訳ございませんよね、カーンなんてね、よかったことなんですけどそれだけでございますですね、今日は聖子さんをお迎えしまして、女子大生の皆さん方いろいろですね、質問していただきましたけど、この後はですね、本当にテレビをご覧の皆様方、こちらの方ですか、聖子さんのですね、コンサートのことですね、どうぞお楽しみにしていただきたいと思います。今夜のゲストは松田聖子さんでございました。どうもありがとうございました。「ひらひら」
Thank you.
どうもありがとうございます。一足早い夏の歌をお送りいたしました。私のコンサートもやっと去年の暮れあたりから皆様に大変面白いと言っていただけるようになって、本当に嬉しく思っています。それで最近はコンサートでも飛んだり跳ねたり運動会のようなことも元気よくやってるんですよね。続いての曲は、その変わりました変輪を、変わりました変輪っても変ですけども、その元気のいいところの変輪を皆様に、お送りしたいと思います。それでは、私の新しい一番新しい LP かなりの中からお送りします。ビタースイートロリーポップ。ビタースイートリップスをお送りいたしました。今日は私の歌たくさん聴いていただきまして本当にどうもありがとうございました。それでは、私の一番新しいシングルです。テレビでも皆さんね、見ていただけたんではないかと思いますけれども、春らしい歌をお送りしたいと思います。皆さんもテレビの前で一緒になってね、歌っていただきたいと思います。それでは聴いてください。ロックンルージュ。